こんにちは、工場長です。今日はクリスマスをイメージしたケーキポップを作ってみました。題してツリーポップケーキ。ちょっとしたプレゼントにもおすすめなので、よかったら見ていてください。まず市販のスポンジケーキを適当な大きさにちぎってボウルに入れます。続いて応答の缶詰を使います。こちらの自動で缶詰を開ける機械なんですけど、とっても便利で、この前サブちゃんの方で紹介したので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。 3,4 切れすくい出し、細かく切っていきます。切った応答をスポンジケーキに混ぜ合わせます。スポンジは砕いちゃっていいので、応答が全体に混ざるようにしていきます。そしたらこちら、缶タイプのホイップクリームを混ぜます。今回は時短で作りたいので、このホイップクリームですが、普通に生クリームを泡立てたもので大丈夫です。これをスポンジがしっとりするまで様子を見ながら混ぜていきます。生クリームを入れすぎるとベタベタしてしまうので気をつけてください。こんな感じで少しふわっと感が残るぐらいがちょうどいいです。そしたらスポンジを丸めてツリーの形を作ります。はい、ツリーの出来上がり。続いてコーティングチョコレートを溶かします。普通のチョコレートでもいいのですが、コーティングチョコレートは乾くのが早いので、今回はこちらを使います。ツリーっぽさを増すためにホワイトチョコは緑色に着色してみました。チョコレートの準備ができたら、スティックにチョコをつけてスポンジを刺します。こうするとチョコが接着剤代わりになるので、スティックが外れにくくなります。そしてチョコをスポンジ全体につけてコーティングします。チョコレートが乾く前にアザランをかけて、ツリーポップケーキの出来上がりです。おまけでリボンも結んでみました。いかがでしょうか。はい、という感じで完成になります。お皿に並べても可愛いし、こんな感じでラッピングしてプレゼントするのもおすすめです。いただきます。味もとっても美味しいです。そんな感じで他にもお料理系の動画はいろいろと出しているので、よかったら過去の動画も見てみてください。そしていいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。